瀬名家での幸せな生活に変化が訪れたのは、俺がここに来て半年近く経ったある日のこと。そうだ、昨日泉さんが、メイ、お化け怖いから寝るまで一緒にいて。だから怖いテレビは見るなと。2時、いかん、うっかり眠り込んでしまった。自分の部屋に戻って寝直そう。眠い。聖夜さんたちまだ起きてる。もしかしてまた喧嘩か。いや、当たり前だろ、夫婦なんだから。そういうことしてたって別におかしくない。そういうこと。考えるな、おねえ。で、ほとんど眠れなかった。おはようございます。おはよう、レイ君。せいやさん、早いですね。顔が見れねえ。レイ君、顔赤いよ。熱でもあるのかな。うわあ、ちょっと熱いかも。あ、吐息が。すみません、具合が悪いので部屋に戻ります。おや、失礼します。何かあったら呼びなさいね。レイ君。俺、聖夜さんが好きなんだ。こういう意味で。でも聖夜さんには渚さんがいるし、俺は男だし、こんな感情に気づかれたら一緒に暮らせなくなる。嫌だ、俺は一生聖夜さんのそばにいたい。それなら。おや、レイ君もう大丈夫なのかい。はい、少し休んだらすっかり。レイ、お外にお絵かきに行く約束。すみません、お待たせしました。どこに行きましょうか。絶対に言わない。この感情は一生隠し通すんだ。
そうして表面上は穏やかに時は過ぎ、それから2ヶ月経った8月の夏休み。では行ってらっしゃい。お気をつけて。うん。なんでレイは行かないの？そうよ、一緒に来ればいいのに。すみません、さすがにお墓参りにご一緒するのは敷居が高くてねえ、大丈夫よ、うちの実家なら。レイ、こらこら、レイ君にもたまには休みが必要だよね。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。お土産買ってくるわね、レイ。1週間、ご家族は渚さんの実家に帰省する。俺は留守番を買って出て、一人で瀬名家に残ることにした。なぜかというと、たまにはガス抜きも必要だ。酒、ビール買ってこよう。久しぶりにエロ DVD でも借りてくるか。ヤッホー。しかし飽きた。タバコ別にうまくねえし、酒一人で飲んでもつまんねえし、昔のダチは悪いのしかいねえし、聖夜さん以外でエロい気分になんねえし、はあ、そうだ、掃除しよう。帰ってきた時綺麗だと嬉しいよな。あ、すげえいい天気だな。そうか、布団干し日和だ。失礼します。そういえば、セリア君あの夜からここ入ってなかったかも。いかん、思い出すな。あ、聖夜さんの匂い。今この家には誰もいない。目の前には聖夜さんのベッド。となればやることは一つ。これだろう。聖夜さんの匂い。って、あんたこそ誰？ミニ聖夜さんってくらいそっくりな顔。これどう見ても留学中の長男。終わった、学歴。あ、わかった。あんたあれでしょ、確か新しく父さんの付き人になった美人さん。名前は相良レイです。そう、レイ君。俺は長男の翔吾、よろしく。あ、はい、よろしくお願いします。ところでみんなは？あ、渚さんのご実家に。あー、なるほど。それで一人になったレイは父さんのベッドで一人エッチをしてたんだね。はあ、まあ切腹しよう。いや、
面白いことしてるよね。手伝ってあげよっか。は？いや、噂以上の美人だよね。おい、超綺麗。俺男とやるの初めてだけど、レイならいける。ちょっと待て。レイ、これ死ぬやつ。なんで俺がお前みたいなクソガキとやらなきゃいけないんだ。だってレイ、父さんのこと好きなんでしょ。でも言えないよね、禁断の恋だもんね。もちろん俺も誰にも言わないよ。二人だけの秘密だよね。これは絶対ノーって言えないやつ。がっくり。ねえ、わかった。やったー、ウィン。レイ、待て。その代わりちゃんと俺の言うことを聞け。男、初めてっつったよな。がっつくんじゃねえ。まずは俺の言うものを用意しろ。わかったわかったから。痛い、顔痛い。用意しました。レイって結構悪だよね。それがどうした。よし、いいか、とにかく俺がいいって言うまで鳴らせよ。それまでは絶対突っ込むな。あと絶対ゴム使えよ。オッケー。じゃあそういうことで。ん、ちょ、がっつくなって言ったろ。まだ場所を変え。これ以上はダメ。ここからは俺のターン。はっ、その目の色は。レイ君。今の似てるでしょ、俺の声。父さんに。俺を父さんだと思えばいい。父さんに抱かれてると思って。聖夜さんに。レイ君、ベッドに染みついた匂いと正午の声に、俺はあの人を重ねて溺れた。IIN ありがとう。 IIN? IIN いい、いいね。略す意味あるのか。ああ、チャンネル登録もよろしくお願いします。 CTYO